お祭りで人気のあのスイーツの専門店がオープンしました。いちごを刺して刺してまた刺してくるくるっと絡めて完成したのはいちご飴。ここケナルシティに新たにオープンしたのはいちご飴の専門店。わーかわいい、これが噂のキラキラしてますね。かわいい、インスタ映え。いちご飴だけでなく、間にぶどうが挟まったいちごぶどう飴や丸ごとりんご1個を使ったりんご飴などもあります。楽しめるのは見た目だけじゃありません。よく聞いてください。音を聞いて心地よくなることを ASMR と言い、 SNS ではフルーツ飴を使った動画も増えているんです。自宅でフルーツ飴を作るときはグラニュー糖でもできますが、パラチニットという飴細工用の砂糖を使うと透明でパリパリに。はい、120度です。フルーツは常温に戻しておき、適量のパラチニットを120度前後にしておくのがポイント。デコレーションをして完成したのがこちら。うん、美味しい。マスカットと飴合いますね。ただ気をつけないとこんな失敗も。ちょっと気になってるのがあって、これくぐらせた後にスプーンで追い飴をしたんで、これやばい。いただきます。硬い。飴のつけすぎにはご注意を。